竹内船長です。はい、お願いします。これ使う道具なんで。ありがとうございます。はい、また着いたら言います。使い方わかります。大体わかります。はい、はい、ドラッグも調整してあるんで、そのまま。ありがとうございます。はい。はい。はい、今日釣り一緒に行く長尾さんと金山さんです。はい。よろしくお願いします。はい、それと一緒に、釣りに行く近藤さんです。はい、よろしくお願いします。金山さんです。山口山口さんです。失礼しました。はい、よろしくお願いします。よかったですね、今日凪でね。え、本当ですよ、初めてでね、もうどうしようかって、もう酔ったら。いや大丈夫、多分酔うと思いますんで。いや大丈夫、はい、もう午前中にこれだけ釣れてますから。え、見せてもらっていいですか。うわ、すっげえ。うわ、マジで1、2、3、大きいやつが4枚で、すっげえ。これで70cmぐらいありますね。これね、うっ、いっぱいありますね。はい、いろんな重さがね、重さによって調整しなくちゃならんのでね。はい、あ、そうなんだ。そうじゃ、潮の流れの速さがありますのでね、それを当てていろいろ重さがあって。うわー、ルアーと一緒ですよね。あ、なるほど。ルアーですね、いろんな色とかね。なるほど。これだけでも揃えるのは最初大変ですよね。釣れないとね、こう揃えちゃうんですよ。なるほど、逆にね。逆に釣れた人の色を覚えてて。ああ、なるほど。こんな釣れましたっていうのを、はいはいはい、最後見るんじゃなくて、ね、その、ね、色を見て、はいはい、グリーンが釣れるとか。ああ、もう見た瞬間もう釣りくださいね。80m です。また2、3m ですね。やってみてください。はい、じゃあ初めてのタイラバーやってみたいと思います。プル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 ってそっちかいみたいな。先生、これゆっくりの方がいいですか、速い方がいいですか。とりあえず最初巻いてみて、ちょっと状況すいません、わかりません。こんなもんでいいですか。はい、あー、なるほど。マジで今4下か3メートルにかなってきますよ。入れててくださいね。船酔い大丈夫かもって言ってたら、おえってくる。多分立ってた方が、頭の位置が座ってたら結構揺られされるから。ああ、なるほど。俺ずっと平行じゃね、頭の位置。うん、結構すごいそれが。ダンスやってるとこうなります。膝の使い方が上手。
揺れに合わせて三半規管はでも三半規管が強いわけじゃない。いや強い方が呼ぶらしいよ。うんそうそうそう、うん、センサーが強いからそれを弱めとるのがさっきの薬で、でセンサーが強くて体幹が強いとこうなるんですお、来た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